さあ、それではですね、ウルトラストリートファイター4、PP15000 以下限定大会の方、本日も始めていきたいと思います。まずはですね、1P側は、ショーチャソのキャミン、そして対する 2P 側はヒナチョコ、ゴーケン、さあ、ゴーケンキャミンという組み合わせが、本日参加ね、11名ということですね。前回ですね、大変参加人数がね、寂しい感じだったのでね、ちょっとどうなるかと思いましたが、今日はですね、いきなり盛り返して2桁を超えるというね、なかなかいい感じになっております。はい。先に申しますが、来月もですね、月末の日曜日にですね、PP、1万5千以下、2万5千以下、また開催予定ですのでですね、皆さん、来月もぜひお越しいただいたらいいなと思います。さあ、まずは、そんなことを言ってはやり、まず1ラウンド戦争は勝者そのキャミン。さあ、フルガンを通して裏からゲナを通していく。あとコンボをつなげていく。さあ、ここからゴーケンワンコンボを通していく。あと、しかしガードしている。抜けていく。抜けて、さあ、お願いし、あと送らせてから、さあ、勝ったのは勝者層。そうです、ニアの選手です。さあ、勝者層のストーリー、はい、さあ、では行きましょう。カジさんと、さあ、見てまいりましょう。さあ、衝撃のデビュー戦となるんでしょうか、カジエレナしかも衣装はですね、女子高生スタイルですね。さあ、カジエレナ対ジョーノシャッシーさあ、もうカジさんが歯間使ってないというだけでもうね、一大ニュースですよねさあ、そして対するジョーノシャッシさあ、また回って、さあ、ジョーノシャッシーがまとわりついていく。大パンシュンプ、さあ、攻め継続。大パンシュンプ、そして壊しショー。さあ、このさくらの押し込む感、1ラウンド取ったのはジョーノチャッシー。2ラウンド目、まずはエレナから投げて、リックス、あるし、正面から飛びが通る。 EX からのシングアロー、押し込みは様子見投げて、さあ、血が寄っていく。最後、裏からのショー、勝ったのはジョーのチャッシー。さあ、いやいやさあ、カジさんから動いへんという衝撃の一言をいただきました。さあ、3試合目いきましょう。オリーブ浜地さんと焼き芋さん。さあ、では3試合目見てまいりましょう。1P 側はオリーブ浜地ダリア、そして対する 2P 側は焼き芋いぶき。さあ、オリーブ浜地焼き芋っていうのも大変お腹が空きますけどね、まだね、ちょっとね、朝ごはんちょっとしか食べてないんでね、大変お腹が空きます。さあ、まずはアートショルガード、おいでな、これはガードしている。おっと、波動抜け。さあ、これはスタイルゴイスク勝負対空して、さあ、こっちスラから、あと飛び越していく。さあ、まず焼き芋ゆき1ラウンド、ダブルショール、
あいつ？まあ、寄って、これはまだしていく。さあ、ここから、リオン攻め、正面。最後、大足前につなげていく。さあ、サナの目。さあ、これで、タルゴ、まず焼き回りよ。行くぜ。正面から投げ。次は、これはバクシで返せ。タグしている。さあ、竜が、あと、タグ入れ替わって。これは、通ってしまう。さあ、これは焼き芋、アドバンテージ。リードを取って、勝利ですかね。使ったない、焼き芋いびき。さあ、では行きましょう。2回戦になりますね。2戦目になりますが、さあ、ここからウィナーサイド2回戦になります。1PR が勝利したそのキャミー、そして 2PR がグレンの格闘家の剣。さあ、キャミー剣という組み合わせ。さあ、セビは空振っているが、あと食い込んでしまう。おっと、コマンタグ、うまい。勝利。かかと足と前に止めて、めぐりが倒れ。スパイダーだろう。さあ、しかし、剣が体力リード。剣を抜ける。さあ、攻め切れるぞ。投げて。めぐりが倒れ。さあ、体力追いついてくれ。これは、かわしているか。さあ、ワンコン勝負になってくる。負け？あと、ストライクから投げ。勝利、これは、通らぜ。勝者そが1ラウンド、2ラウンド目。さあ、キャミーがコーブをきれいにつないでいく。さあ、低空ストライカーのコンボ、そしてピアルが通ってからの投げ。さあ、リュウは一旦ゾーニング。ストライク、タグ。さあ、剣を残している。さあ、スパイラルを出していくんだ。バックジャンプ、1ラウンド取り返した。グレーの格闘は剣サナの上。さあ、第1周スパイラル。あー、飛び寄った。そして、飛びからの第1スパイラルまで。昇竜が、使って最後はスパイラルまで。勝ったのは勝者そう。さあ、では行きましょう。城之内アッチさんと、トイジさん。城之内アッチさんとトイジさん。さあ、行きましょう。1P側がトイズの竜、そして 2P 側がジョーノジャッジ・サクラ、竜・サクラ。
さあ、飛びからの、春風真空ハードを取る。処理できる。EX さつまき。スリー。それでも上のジャッシュ押していく。すかしげな、どうなる ?2 回目の真空ハード、これは、どこで逆転。さあ、1ラウンド取ったのはジョーのジャッジ。ニャーノエ。飛びが通る。起き攻めは投げて切り返して。イエスタスマキ、勝利まで。勝利はこのガード正体空、そしてそこからのシングハード。あと飛びが通って勝ったのジョーのジャッジ。さあでは行きましょう。焼き芋さんと TG さん、焼き芋さんと TG さん、はーい。はい、では、じゃんけんをして、ワンピー、ツーピーが、さあ、では見てまいりましょう。ワンピー側が、焼き芋いぶき、ツーピー側が、さあ、TG セス。そう、セス結構久々に見ましたね、僕ね。さあ、このゲーム、このウルフォンになってからのセスっていうのはどうなんですかね。ほとんどアチョで動かしてる人見ないので。さあ、大変気になるところですが。さあ、まずは1ラウンド目、ジンレーザー、もう一回。ここで、勝利をかわして。これはガードしている。タグ勝利。そして3回踏んで、4回踏んで、もう一回踏んで。あっと、画面端。さあ、中段多めの連携。さあ、1ラウンド取ったのは TG セス。2ラウンド目。さあ、まずは焼き芋いぶきから。対空。さあ、前してから投げ。さあ、ワンコーも決める。4回踏んで。あーと、ピアってしまう。そして、セビからの勝利。勝ったのは TG 先生。さあ、では行きましょう。初心者さんとハッシーさん。初心者さんとハッシーさん。はーい。さあ、行きましょう。ワンピー側は、ハッシー誠、そしてツーピー側は初心者ユン。さあ、まずはユンが1ラウンド。さあ、ニャーノエ。投げて。投げていく？投げて。さあ、ここまではマコトリードだわ。正面から投げを通していく。リラのガード。セビを取って、さあ、2ラウンド目、ハッシーが取り返す。3ラウンド目。まずは EX でしょうから。投げて。
さあ絶勝で押していく、一旦ゾーニングして、しかしゾーニングして誠は一気に近づいてくる。あーとこれは一気に決めて勝ったのは初心者ユン。はい、じゃあ1回目のトーナメントウィナーサイドの準決勝行きましょう。翔茶祖さんと城之内敦さん、翔茶祖さん、さあウィナーサイドの準決勝になります。 1P 側は翔茶祖キャミ、 2P 側は城之内敦さくら。さあまずは一番の上、さあ1番の目は城之内敦さくら、桜川選手、2番の目、さあ2番の目、おっとめくったところ EX ショーで無理やり嫌ってからのウルゴマネ、キャン抜ける。さあストライクガード、ショータグ、こちらすかしげな。さあ城之内敦まず決勝。さあでは2試合目いきましょう。 TG さんと初心者さん、 TG さんと初心者さん、はーい。さあゆったりセスという組み合わせいきましょう。さあまずは寄っていくのはユン、しかし怖っ。あと吸い込んでガード、ワンコン通して、そして裏からの EX スクリュー、いくよ、すかしげな。さあまず TG です。セスイラン1ラウンド、ここを通していく、さあここまではうまくユンを追い出している。さあユンはどう入っていく、ユクス、さあ牽制をして、最後は大具勝利、勝ったのは TG セス。さあではウィナーの決勝先やりましょう。ウィナーサイドの決勝先やります。城之内敦さんと TG さん、城之内敦さんと TG さん、さあ見てまいりましょう。ウィナーサイドトーナメントの決勝になります。さあまずは勝った方がルーザーの一番上に入ると。さあまずは 1P 側城之内敦さくら、そして 2P 側は TG セス、さあさくらセスという組み合わせ。さあどちらもなかなかこうね置き攻め系がかなり強いキャラなので、
さあ一気に試合が終わるのではなかろうかという形だが、さあまずはセスがゾーニングしていく。体力は桜がリード、 EX で飛んでいくが、上から空人裏回ってタイグ勝利。さあセス追いついてくる、空人が刺さる。さあまずセス1ラウンド選手2番の目、サゴロ星めぐりが通る。さあ目押しがつながったな。さあここで今度はセスドルゴン、さあどこまで減る。おいで体力が追いついて、スカシゲダン、そしてワンコンボ通して、あと踏めずどうなる EX。 最後は下10番。さあまずウィナーを一番上まで勝ち上がったのは TG という形になります。さあでは、2回目のトーナメント行きましょう。エントリー受付中ですのでどうぞエントリーしてくださいね。さあではここからですね、ルーザーサイドのトーナメントを始めていきたいと思います。まず 1P 側はひなちょ豪健、そして 2P 側は焼き芋いぶき、さあいぶき豪健という組み合わせ。さあまずは一番の目、EX できる。あと、さあ、いぶきが攻めを継続していく。めくりは、これは返す。打ち止め、さあ、垂直からのコンボが通って、さあ、まず避難者の方、現1ラウンド、2番の目。エクスワード。めぐりが飛んで、あった。さあ、一旦前が離れて。さあ、寄っていくな、焼き芋遊戯。来て。さあ、まとわりついていく。これは、投げて引き返す。さあ、ウルコンまで入れて。オキネが通るが、これは抜けていく。さあ焼き芋いぶきはこれで1ラウンド取り返す。さあまずは削っていく。さあここでウルコンが全裸通ってエスコラガードしていく、打ち切る。さあただこれで避難者高校圏がリード。下段からゲロ落としていく、焼き芋いぶき押していく、垂直ジャンプでいなして勝ったのは日向翔吾拳。はい行きましょう。カジさんとハッシーさん、カジさんとハッシーさん、はい、カジさんとハッシーさん、はい、カジさんとハッシー。さあ見てまいりましょう。 1P 側がカジエリナ、 2P 側がさあハッシーモード。
さあまずはお互いしばき合いになっている内容倒してカードガードしてこれは EX が倒るお気持ちで投げから前に寄ってあとこれはウルコンが通るなんだろうこのエリアから破壊臭がするのはなんでだろうさあき庭の上いいエクソ倒してガードさあここは橋が攻めるターン投げを通してさあ画面端継続対抗していいエクソこれはカーシーがEX から草からの成長戦これでタルゴ逆転投げて切り返す EX さあ最後は下段さあ勝ったのはカジエリナはい行きましょうオリーブハマチさんとトイズさんオリーブハマチさんとトイズさんはいさあ見てまいりましょう 1P 側はオリーブハマチのリュウそして 2P 側はトイズリュウさあリュウ同キャラ勝利さあブルーがトイズですねそしてこれは何て言うんだ ブラックかな一応さあがオリーブハマチ勝利ガード勝利最後は対空勝利まず1本取ったオリーブハマチの竜2番投げどこだけ正面はアートメグ通ってこれはさあ昇竜戦ミス投げ昇竜さああっと昇竜になってしまう勝ったのはオリーブハマチはいでは行きましょうここですねひなチョコさんとカジさんひなこチョコさんとカジさんはいさあ行きましょう 1P 側はカジエリナそして 2P 側はひなチョコ豪健さあまだインターで追い込まれてないカジエリナさあどこまでカジエリナのさあ戦いは続くのかさあ豪健のさあセットプレーが通るリオクスしかしこれはかわしてしかしゲノンを通ずガードになってしまってさあダルはエリナリードさ
さあ、まず、カジエミナ1ラウンド。さあ、2ラウンド目は静かな立ち上がり。さあ、一旦ゾーニングして前に寄る。さあ、波動形成、 EX で飛んでくる。これはかわして、おっと、さあ攻めを見せていくが、さあうまく対抗しているのはカジ。さあ届かず、さあ波動に引っ掛けて、さあ、ひなじょう、これで体力若干のリード。EX。投げて、どうなる？これは、通らず。さあ、勝ったのはカジエナ。さあ、どんどん行きましょう。オリーブ浜市さんとグレンの格闘家さん、オリーブ浜市さんとグレンの格闘家さん、はい。さあ、影響台見てまいりましょう。1P 側はオリーブ・ハーチ、2P 側はグレンの格闘家。さあ、竜体験。あと、シャルガードになってしまう。めぐるはガードして、タイムシャルや。よく見ている。セビア、これはジャンプでかわして。処理できる。めぐりが通って、ダッシュガード。さあ、タリオが、ここまで剣が若干リード。さあ、慎重に立ち回るが、最後、波動が飛び越えられず。さあ、まず一段取ったのはグレンの格闘家。大グリーエクショル。もう一度。勝利。EX。さあ、竜が押し返して。対空、あーっと当たったんだが、ピヨってしまう。あーっと、マイケルだけになる。最後はマイケー。勝ったのはグレンの格闘家。さあ、どんどん行きましょう。3回戦になります。ショーチャソさんとカジさん。ショーチャソさんと。さあ、あるよあるよと、ここまで勝ち上がっていたカジエリナ。さあ、出てくるのは、ショーチャソキャミン。さあ、キャミンエリナ。さあ、まずはキャミーが体力リード。来て、これは割り込んでいくんだがガード。さあ、テストかな、もう一度ストライク。さあ、ストライクかの、さあ、連携をきれいに決めていく勝者ぞ。2ラウンド目。
あった。さあ、一気にコンボ、コンボで押し込んで、勝ったな、翔太さん。さあ、カジさんの、カジさんの油に期待してください。さあ、行きましょう。さあ、見てまいりましょう。1P 側はグレンの格闘家の剣。そして 2P 側が初心者ユン。さあ、セビを取って、セビさんから、竜巻。これは EX に処理返す。絶賞まで。投げ。さあ、ここからユンは前に出る。前に出る。最後、しかし、下パンこすり。さあ、一本取ったのは、グレンの角度が。やんのめ。さあ、これは勝できる。竜巻でかわして。よく勝る。さあ、困り込むの展開。さあ、一旦ゾーニングして、ユンが寄っていく。さあ、お互い前に出るが、これは、取らず、投げを入れていく。さあ、試合が動いてくる。マイケル ?EX でしょうか、カード投げ。さあ、一本取り返したのは、初心者ユン。三段の目。でしょう。二勝、裏回って、でしょう。しかし、これはカード。勝利まで。昇竜、アート。昇竜で切っていく。裏回っての昇竜。さあ、ゾーニングして。でしょ。天心からの。これは、両方までだが、どこまで行く？最後まで行くか？残る！勝利！強気！さあ、どうなる？絶勝は、これはガード！あっと！最後、不思議なところにかかとを合わせたんだが、ちょっとどうかった？勝ったのは、初心者ユン。はい、じゃあ行きましょう。初心者の連戦になります。これ博士ね、私にね。さあ行きましょう。1P 側は勝者様キャミー。そして 2P 側は初心者ユン。さあ、ユンキャミーという組み合わせ。さあ、お互いストライクと。さあ、上からの攻めが強い。あ、これ、こちらどうぞ。はい。投げて。これはガード。あと、さあ届かずだったが、勝者そが一本選手、2ラウンド目。さあ、ストライクからのワンコボ。さあ、2勝で切り返すんだが、さあ、体力を大きくリードしているキャミー。さあ、今度はユンが打撃をしていく。打撃絶勝まで。ストライク。
最後もめくりストライク。勝ったのは勝者ぞ。さあ、では準決勝になります。勝者ぞさん、連戦です。勝者ぞさんと。さあ、行きましょう。ルーザートーナメントの準決勝ですね。さあ、あと2試合。さあ、1PR は、さあ、ルーザートーナメント勝ち上がってきた勝者ぞキャミー。そして対する 2PR は、ウィナートーナメント決勝負けの、ジョーノシャッチ。さあ、これで勝てばグランドファイナル。TG セスの一騎打ち。さあ、まずは一段のメイカミが体力リード、ショーガード第1周スパイラル。さあ、綺麗に1本取っていくのはショッソ、2段の目。投げて、アイチスパイラル。抜けていく、ガード。ショー、これはさあ、ガードになってしまって勝ったのは勝者ソー。さあ、これでルーザー勝ち残ってきたのは勝者ソキャミーとなります。さあ、では決勝いきます。 TG さんと勝者ソさん、さあ見てまいりましょう。1万5000以下、PB1 万5000以下限定トーナメント、ダブルエリミネーション形式決勝。 1PR はルーザーを勝ち上がってきた勝者ソキャミー、そして対する 2PR がさあウィナーを勝ち上がっている、TG 先生。さあ、TG は1回勝てば終わり。さあ、ショーツソは、2回勝てば逆転優勝と。さあ、1試合で終わるのか、2試合までもつれるのか。さあ、まず1試合目。さあ、まずスパイラルを通して。勝者ソが1ラウンド。さあ、2ラウンド目。さあ、TG セスが体力リードだ。フーリガン。さあ、ツインデザーで一旦ゾーニングをする。しかしキャミが寄っていく。空人ツインデザー、あーと空人が去って、残るはどうなる。最後はツインデザー。さあ、これで TG がリーチ。さあ、ショッソ、ショーチョソはとりあえず次のハンドを取らないと後がない。さあ、なので勝利。さあ、裏からのスクリュー、めぐりが通ってワンコンボ。そして裏回るよ。これは今度は手相。あー、空人が刺さった。勝ったのは TG。 というわけで、まず、本日のですね、1万5000以下限定の方は TG セスの優勝でございます。おめでとうございます。